はい、坂井養魚場さんの三家2歳メスで体長55センチです。お願いします。はい、広島の坂井さんの三家ですね。まだ炭は浮いてきておりませんが、下に沈んでおります。ペニの柔らかいペニスのいい三家ですね。模様もですね、丸点気味の模様からこの切れ込みのある素晴らしい模様だと思います。こちらの鯉はですね、ジャンボ東西で仕入れて新潟の高体家の方で食べて野池上がりの鯉となります。今回野池上がりの鯉ばっかりしておりますね。2歳です。2歳メス鯉です。はい、正面です。非常にこの頭の大きい四角い顔が特徴です。紅もですね、真っ赤ではないんですが、明るい艶のある紅質です。はい、サイド、はい、しっかり体高がありますね。野池上がりボリュームもついております。はい、明るい紅質がいいです。はい、お腹の方すごい、やっぱりあの野池上がりの声、重量感がありますね。炭なんですが、こことここ、ここ、ここにも上がります。後半ここにもありますね。そしてこちら側もここ、ここあります。3歳、4歳になった時にですね、この炭が浮いてくればですね、いいんじゃないかなと思います。まだまだ伸びしろのある、今後楽しみな抜いて上がりの鯉ですね。はい、はい、じゃあ正面向けます。今日はプールで撮影しております。はい、非常に形がいいですね。はい、ポーズ取っております。はい、ボリュームがあります。はい、かっこいい鯉ですね。はい、はい、いかがでしょうか。下がりましょうか。はい、逆にこういう小積みのものもですね、出てくる楽しみもありますし、しっかり出すぎちゃってるのと出すぎちゃうこともありますのでね、今後楽しんでいただければいいかなと思います。はい、坂井養魚場さん三軒2歳メスでサイズ55センチです。はい、ぜひよろしくお願いいたします。